インドネシアで津波による多くの犠牲者が出ていることを受け、安倍総理大臣は25日、ジョコ大統領に電話で弔意を示した上で、緊急援助物資の供与など最大限の支援を行う考えを伝えました。インドネシアのジャワ島とスマトラ島の間のスンダ海峡で、今月22日の夜、津波が発生し、防災当局によると、これまでに、ジャワ島とスマトラ島で合わせて429人が死亡、154人の行方がわからなくなっています。また、1485人が怪我をしたほか、食料などの支援を必要としている被災者は1万6000人を超えているということです。現地では、生存率が急激に下がると言われる災害の発生から72時間が経ちましたが、重機だけでなく瓦礫や土砂の中から行方不明者を見つけ出す、救助犬や特殊なカメラも投入するなどして、懸命な捜索活動が行われています。しかし、25日は断続的に雨が降る悪天候となっていて、行方不明者の捜索活動のほか、船舶を使った支援物資や医薬品の輸送にも支障が出ているということです。一方、救難当局によると、当初の想定よりも広い範囲で、津波による被害が確認されているということで、犠牲者の数はさらに増える恐れがあると話しています。行方がわからない人の捜索などを指揮しているインドネシアの救難当局のトップは、地元のテレビ局のインタビューに、悪天候が捜索の妨げとなっていると述べました。被災地は車では行けない地域もあり、捜索隊は船やヘリコプターも使って捜索を試みようとしています。しかし、現地は雨が降り続き、波の高い状態も続いていることから、まだたどり着けていない被災地が残されているということです。しかし、救難当局のトップは、まだ見つかっていない人たちを見つけ出したいと述べ、捜索に全力を尽くすと強調しています。そのような状況の中、安倍総理大臣は25日夕方、ジョコ大統領と電話で会談しました。安倍総理大臣は、多くの尊い命が失われ、甚大な被害が出ていることに大変心を痛めている。亡くなられた方々に心からの弔意を表すると、共に被災された方々にお見舞いを申し上げる、と述べました。その上で、緊急援助物資の供与をはじめ、必要となる最大限の支援を行う用意がある。日本は常にインドネシアと共にある、と述べました。これに対し、ジョコ大統領は、日本からの温かい言葉に感謝したいと謝意を示した上で、人命救助と住民の避難に集中して対策を進めているところだと述べました。
後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。